オンライン旅行説明会以上、オンライン演劇未満みたいなですね、価値基準が多様化してるなというふうにはすごく思います。観光地を巡るだけっていう旅が、あの人に会いに行くような旅とか、琴平に関して言うとクリエイターの集積地みたいなものを作りたいなというふうに思っていて、まあ、滞在制作とか、まあ、そういう、こう、シェアアトリエとかシェアハウスを用意をして、で、そこで、こう、生み出されたものが、チャレンジショップ的に出展してもらって。各界のキーパーソンと次世代のリーダーを志す若者が、未来を作るヒントを探る対談番組、福岡2020、本日もお送りしていきます。MC を務めます、浦口です。そして同じくパーソナリティを務める田島さん、大島さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のゲストのご紹介です。本日のゲストは琴平バス株式会社代表取締役の楠木泰次郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はご覧のラインナップでお話を進めてまいります。再生速度を調整しながらお耳に合うスピードでお聞きください。また面白いと思った方、ご興味をお持ちいただいた方には、ぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。さあ、楠木さん、それでは改めて、現在のご活動のご紹介をいただけますか？はい。では、はじめまして、香川県でですね、バス、タクシー、旅行などの、お仕事をさせてもらっております、琴平バスの、代表しております、楠木泰次郎と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。本当にこう、くすぬきさんであったり、ことバスっていう言葉で検索をかけると、まず最初に出てくるのが、やっぱりオンラインバスツアーっていう言葉だったりもするんですけれども、はい、改めて、このオンラインバスツアーとは何ぞやみたいなところを最初にお聞きしてもいいですか？はい、ありがとうございます。はい。そうですね、オンラインバスツアーなんですけれども、こちらの方、去年のですね、まあ、5月から、実施してる、まあ、サービスなんですけれども、まあ、このコロナ禍でですね、まあ、僕たち の、 その観光とか、まあ、運輸の業界って、まあ、もうまさにこう直撃といった状況で、まあ、大変な1年半ぐらいを、まあ、過ごしているわけなんですけれども、まあ、そんな中でもですね、まあ、何かその、お客様にこう笑顔をお届けすることができないか、あるいは、まあ、普段からお世話になっているその地域 の、 お取引先、パートナーの皆さんに、お役に立つことがですね、できないかという、考えのもと、まあ、今日まさに、Zoom を使って対談させてもらってますけど、はい、その Zoom を使った、まあ、その、まあ、バーチャルツアーというかですね、まあ、そういったものを、オンラインバスツアーという形で実施しております。あ、なるほど、ご丁寧にありがとうございます。あれですね、ちなみに今ご利用いただいている、ご使用されているその背景というのも、はい、実際にツアーの中で、はい、そうですね、今、はい、バスの中にいます。ありがとうございます。はい、でといろいろこう記事だとか情報だとか拝見したんですけど、ただただオンラインツアーとは違ってオンラインバスツアーなんですよっていうこだわりだとかも拝見したんですけど、はい、なんかこうそういったところを含めてバスツアーを、まあ、DX っていう形でまた新しいものにしていく中でこう気をつけられたこととか工夫されたこととかってありますか？そうですね、まあまあ、元々のそのきっかけっていうのがですね、はい、僕たちもまあその地元香川県の、はい、まあ、お客様がバスツアーって結構本当多い方で言うと月に本当もう4回も5回もこうご参加いただけるようなですね、まあ、そんななりのお客様が、はい、まあ、いらっしゃってですね、まあ、そんなお客様とこう、まあ、コロナを機にですねこうパタリとこう会えなくなってしまってですね、はいはい、で、まあ、そういったお客様と会える場所を作るっていうところが、まあ、最初の入り口だったんですけれども、はい、で、まあ、そのお客様たちがですね、まあ、その楽しみにされていることっていうのは、まあ、もちろんその行ったことがない旅先に出かけるっていうこともそうなんですけど、まあ、バスツアーならではのその楽しさっていうのはですね、まあ、そこでこう、まあ、みんなでこう旅をするとかですね、うんうん、まあ、一緒にこう旅をする、まあ、お客様同士とか、僕たちの、まあ、プランナーって呼んでるんですけれども、まあ、プランナースタッフがですね、はい、まあ、お客様のこうコミュニケーションとか、まあ、そういったことをこう
まあ、楽しみに来てくださるというところがありまして、まあ、それをですね、そのオンラインバスツアーの中で、まあ、どう表現するかというところには、結構こだわってやってるます。なるほど、ありがとうございます。はい、多分こうポイントはただただズームで中継をするっていうわけじゃないんですよっていうところなのかなって個人的には思ってて。あ、そうですね、まさに、はい、僕らも、まあ、最近よく表現するのがですね、はい、あのオンライン旅行説明会以上、はい、オンライン演劇未満みたいなですね。あ、なるほど。そんな感じの表現をしてて、はい、で、まあ、流れですね、まあ、ただその旅行先の説明をするっていう形ではなくって、はい、まあ、そのエンターテインメント性というかですね、まあ、例えばなんですけど、はい、あのお客様にですね、事前にあの紙製のシートベルトをこうプリしてとかしてるんですけど、はい、はい、まあ、それをですね、あのじゃあ今からバスが出発しますんで、あのかけてくださいって言ってですね、はい、まあ、本当もう無理やりにって言ったらあれですけど、まあお願いしてですね、一緒に楽しむみたいな、はい、まあそんな演出とかも含めてやってますね。はい、ああ、なるほど。ありがとうございます。なんかこう、体感できるバスツアーならではの魅力はできるだけこう、再現性を持って違う形でこう表現したりとか感じてもらって、なんかこう、本当にまあ、ディスプレイの前ではありつつも、従来のバスツアーに本当に近い環境であったりだとか、そういった、体験をお客様にしてもらうっていうところなのかなと、すごく今お話を伺ってても感じました。はい。なんかそこに至るまでに、こういう失敗をして、こういう改善をしたから、なんかそこまでにたどり着けたっていう経緯とかって、もしよかったらお聞きしてもいいですか？そうですね。まあ、まあ本当、ちっちゃなことはですね、まあ、やりながらいろいろとこう改善すると、まあ例えば、僕たちもまあ本業はですね、もともとバス会社であり、まあ、旅行会社でありということで、はい、まあ、そんなにこう、今だともう本当当たり前のようにこう動画撮影とかに、はい、出かけたりしてますけど、まあ、そういう技術も、はい、機材も全くないっていうところから入ってて、はい、本当、まあ、いろんなことがあって、まあ、例えば中継中に電波が途切れるとかですね、あ、一生懸命撮ってきた動画が、ズームで再生できないとかですね。はいはい。みたいな、まあ、そんな失敗をこう結構当初は繰り返しながら、はい、まあ、今に至ってるっていうところありますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。もう本当にこう、コロナウイルスがこう蔓延し始めてすぐ、2020年、まあ、3月、4月、5月ぐらいから、すぐにもうそういうオンラインのツアーとか、バスツアーとかってこう、実施なさってたと思うんですけど、はい。なんかそこのスピード感って何があってそこまですぐに対応できたのかなっていうのは個人的に気になってるんですけど、なんか、なるほど、はい、全ての企業様があの時期においてなんか DX だったりデジタルシフトを完了できてたかというとそうではないと思ってて、そこでいくと、まあ、琴平バスっていう会社がそこに対応できた要因とか、もしよかったらお聞きしてもいいですか？はい、そうですね、はい、まあまあ、今から振り返ってみてっていうことが結構多いんですけれども、はいはい、まあ、いくつかあってですね、まあ、もともとその会社の考えとしてはですね、はい、まあ、やらない理由がないならやってみようっていうスタンスで、やってると。なんで、まあ、この最初のアイデアっていうのも、はい、よくこうメディアとかに出演してるですね、山本っていうメンバーがいるんですけど、さきちゃん、さきちゃんって言われてですね、が、その当時ですね、オンライン居酒屋とか、はいはい、オンライン宿泊とか、まあ、なんかそのオンライン〇〇みたいなサービスが結構3月、4月ぐらいですかね、はい、話題になってて、だったらオンラインバスツアーとかもできんじゃないみたいなところから、それいいねっていうので、じゃあやろうという話で。で、まあ、とりあえず、まあ、僕たちもその、なんですかね、まあ、100% 完成させてからスタートするっていうよりは、はい、まあ、まあ、ある程度完成させて、あとはもうやりながらこう改善していくっていうところっていうのは、まあ、普段から、まあ、そういうスタイルでやっているので、まあ、特にこう特別なことをやってるっていう感覚はなかったんですけれども、うんうん、っていうのがまあ一つありましたと。なるほど。で、もう一つはですね、
はい。まあ、とはいえ、これはなんかその、多分、そのオンラインツアーとかオンラインバスツアーっていうものって、まあ、そのタイミングではまだそんなに、そんなにっていうか、そのメディアとかでも聞いたことなかったんで、はい。絶対これ一番にやらなきゃ意味ないわ、みたいな。そこはですね、結構意識して、まあ、本当作ったのが、まあ、10日間ぐらいですかね。はい、はい。ぐらいの期間で、3回ぐらいそのトライアルをやって、まあ、販売にまで。っていう、まあ、そこは結構詰めて、はいはい、頑張ってましたと。ああ、すごいスピード感ですよね。そうですね。まあ、まあ、本当ね、まあ、そのタイミングは本当もう、今までやってきたすべての仕事っていうのは全部止まるような状況だったんで、なるほど。まあ、単純に時間があったっていうのはあるんですけど、はいはい。まあ、でも、まあ、そう、いろいろ打ち合わせをしながらずっと毎日練習したりとかですね。はいはいはい。アイデア出しをしたりする。すごく楽しくて。へぇ、はい。もうなんかその時よく言ったんですけど、20代の頃に、なんか一番なんかこう企画が楽しかった頃にもなんか戻れた気がするわ、みたいな感じが。なるほど。言ってですね。なんかそんな感じで、はいはい、まあ大変な状況の中でもですね、ワクワクしながら。はい、それをみんなで作っていったっていうところがありましたと。はいはい。で、あとまあ、オンラインでっていうところで言うと、実はまあ、社内でですね、はい、まあ、まあ、テレビ会議とか、まあ、そのリモートでミーティングするっていうのは、比較的ちょっとまあ、ローカルの会社の割にはですね、当たり前のようにこう、はい、やってたっていうところも、はい、まあ、自分たちにとってはその特別なことではなかった。たもののなんかこう周りの人からするとそういうのもこう環境としてあったからそういうアイデアになったんじゃないって言われて、はい、ああそうなのかなみたいな感じはまああったんですけど、まあ、なるほど、はい、そんなところですかね。ありがとうございます。まあなんかこう会社として持ってるスタンスであったり、まあ一方でこう事業が止まってもそこに行くんだっていう思いだったりとか、あとやっぱり何事も先駆けが一番だみたいなところがやっぱりあったと思うんですけど、なんか、それでいくと、会社のスタンスっていうところでいくと、なんかこう、さっき実は放送前に、ここにいる大島さん、パーソナリティの大島さんとか、うどんタクシーすごい気になるんですよね、みたいな話とかをしてくれた。ありがとうございます。そうですね、YouTube チャンネルの方も拝見させていただいて、はい、うどんってすごく好きなので、香川行った時はぜひ乗ってみたいなって思って。そうなんですね。はい、うどんタクシーもですね、こういう。ああ、かわいいですね。ぜひお越しになられる際はプレゼントしますんで。あ、行くしかないですね。ありがとうございます。なんかもうそういったものもそうなんですけど、琴平バスっていうその会社の中で結構イノベーションが生まれやすい体制があるんじゃないかなって個人的にいろいろな背景とかを拝見する中で感じていて、なんかこう楠木社長が今感じるとか思うっていうところで全然構わないので、なんかその会社としてそういう新しい事業だったり、イノベーションみたいなものが生まれやすい要因とか何かあればぜひお聞きしたいです。そうですね。まあ、まず一つはその会社のそのコアバリューっていうものを設定してるんですけれども、はい。まあ、まあ、お客様にこう提供する、こう、まあ、価値というかですね、そういった部分で、まあ、二つありまして、一つがですね、まあ、スマイル&ホスピタリティっていう、まあ、言葉で、まあ、ここは何を表しているかというとですね、会社の中でその送客って呼んでるんですけれども、はいはい、想像する客っていう造語なんですけれども、はいはい、まあ、要はこう、ファンとかリピーターとかを作るっていうものが、まあ、自分たちが、まあ、そのやるべき仕事だっていうところ、うん、これが、まあ、一つ置いてます。で、そのもう一つがですね、はい、サムシングニューっていう、ものを置いてまして、ここがですね、まあ、常にその時代の要請に応え続けるっていう、まあそういう、コアバリューを設定してますと。なので、まあやっぱりなんかこう、なんすかね、会社のその DNA っていうか文化として、なんかこう新しいことをやりたいとかですね、なんかこうみんなにこう注目してもらえるようなことをこう仕掛けたいとかですね、なんかそういうことを楽しみに、はいはい、まあこう、やってきてる、まあ、メンバーは、まあ、比較的多いんじゃないかなと思ってます。ああ、なるほど。うんうん、まあ、会社としてのバリューであったりだとか、そういったところで、まあ、そもそもあるから、まあ、その、フードであったりだとか、会社の中の文化として、まあ、そういったものが一つあると。
そうですね、そう思います、うんうん、ありがとうございます。なんかこういろいろな会社があっていろいろなビジョンとかがあって、それってどの会社にも共通していることでありつつも、なんかそれらが事業ベースで体現されている企業ってなんかこうそう多くはない気が個人的にはしてて、なんかこうそのあたりが言葉さんってすごい多分体現されてあるんだろうなと思うんですけど、なんかそういうのを促す制度とかって作ってたりするんですか？制度ですか。まあそうですね、いやまあそう大したこと正直ないんですけど、はいはい、あのまあ会社の中でですね、はい、こう、社内で先輩後輩とか関係なくお互い何々さんと呼び合うルールというのもですね、例えば、新入社員のメンバーからも僕のことはクスノキさんと呼んでもらったりとかですね、はい、で僕はそのメンバーに対してまるまるさんと、呼び合うっていうですね、そういうルールをちょっと設けてますと。で、はい、そこはまあ、あの僕たちもその、新しいアイデアをこうどんどん提供していくというか、形にしていくっていうことがもう仕事だと思っているので、はい、その発信するそのアイデアが生まれてくるっていうところが、こう、ちょっとある、人から、とか上司からとかっていうその限定的になるよりは、はい、みんなからこうその起点っていうのがあった方がですね、はいはい、いいんじゃないかなっていう、そんなところで、ちょっとこう意見がなるべく言いやすいようにっていうですね、そういうルールを設けてます。はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっとしたコミュニケーションの形とかからっていうところから。そうですね。ありがとうございます。で、少し話題は変わるんですけど、こう、オンラインバスツアーとかって、結構デジタルと観光の掛け算みたいなところの一つの答えだったりするのかなって思ってるんですけど、なんかその掛け算の中で、偶発的に生まれたことだったり、あ、案外こういうニーズがあるんだっていうお客さんの反応だったりっていうのはありましたか？いや、そうですね。初めてから、その今に至るまで、はい、本当こう、やってる中で、お客様にこう、教えていただけることって本当多いなと、今もまだ思ってます。はい、で、その中でですね、当初始めた時に想定してなかったことで、今当たり前のようになっていることはですね、例えばこの、10月、11月、12月のとかは、オンラインでこう社員旅行に来てくださる会社が本当多くてですね、僕たちのその、オンラインバスツアーをこうたまたまテレビでなんか紹介されてるのを見かけて、はい、去年とかなんですけど、だったらこれをなんか使って社員旅行とか行けないかなっていうふうに考えてくださった、会社の方が問い合わせをしてくれて、はい、100人ぐらいいるんですけど貸し切りとかできますか？考えたこともなかったけど、はい、いや多分できますみたいな感じでなるほど、チャレンジしてみたりとかですね、はいはい、それ本当もうそういうところで今、本当当たり前のように、こう、たくさん来ていただいているようなですね、はい、ことになったりとか、うん、あるいは、その活用方法という部分で言うと、うん、これも今年かな、今年の初めだったと思うんですけど、はい、三重県さんがですね、バリアフリーツアーというのを結構もともと、取り組んでいらっしゃって、で、聴覚障害者様向けの、そのオンラインバスツアーで、できないかという、ご依頼いただいて、はい、で、僕たちはその通常のツアーでもですね、介護されている娘さんと、病床のお母さんっていう、形で、オンラインツアーにこうお二人でご参加されることとかって結構、多いんですけど、はいはい。そういうですね、何かしらの事情でこう、実際にこう旅がしにくい、でも本当は旅が好きっていう人たちが、ね、これまで、もう旅をこう、もう諦めてしまってたという人って結構いると思うんですよね。はい。で、そういう人たちにとって、このオンラインバスツアーを通じてこう旅を楽しめる。行ったことないところをこう、行けるとか、そういう部分で言うと、なんかこう、一つお役に立てる部分なんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
なるほど。で、その行けなかった方がオンラインになったことで旅行に行けるようになるっていうのはすごく素敵ですね。ありがとうございます。いや、本当なんか、そういう皆さんも、はい、喜んでくださって、まあ、そういうこうアンケートで、まあ、お声を寄せていただいたりとかしてるのが、まあ、本当僕らにとってもすごく励みになったりしますね。なるほど。ありがとうございます。オンラインバスツアーのその目的、最終の目的が、そのリアルのツアーにつなげるところっていう部分が、の記事を拝見させていただいたんですけど、実際にこうオンラインでやった中でこう取り組みで、実際にこうリアルのツアーにもこう組み込んでいきたいとか、生かしていきたいって思った部分ってどこかありますか？そうですね。まあ、いくつかあるんですけど、まあ、今ちょうどですね、これまではそのコロナの関係で、まあオンラインツアーを体験して実際にこう出かけようと思ってもちょっと出かけにくいっていうところから、まあ先月ぐらいからちょっと動いてもいいかなみたいな感じで旅行されてる方も増えてるはいると思うんですけど、まあまだまだそう、はい、あ、そう、はい、あ、すいません、今ちょっと落ち着いてますもんね、コロナが。そうですね。はい。で、まあお客様の中から実際に行ってきたよみたいなこう声をいただいたりとかですね、はいはい、っていうことを伺って、まあ、本来やっぱそういうところを目指していきたいので、まあ、そういう声を聞いて、もう本当に嬉しいなというふうに、まあ、思っています。まあ、そこはちょっとこう、これからもっと頑張っていきたいなというところで、はい。まあ、今まではその、オンラインツアーをこう企画して、実際のこうリアルのツアーっていうのをこう、まあ、同時にこう紹介する、発売するってことなかったんですけど、これからはまあ、それをこう同時にこうご紹介して、まあ、オンラインツアーをこう経験した後に、はい、オンラインツアー上の中で、出会った現地のガイドさんに、はい、みんなで一緒に会いに行きましょうっていうコンセプトで、はいはい、旅をするってですね。色が欲しいですね。すごい素敵です。ありがとうございます。やっぱりなんか、まあ、これも僕らも、はい、まあ、何度もこう行きたい場所とか、はい、本当ここ、なんか思い入れがある場所っていうところって、はい、まあ、ただ単にやっぱこう景色が綺麗とか美味しいものがあるとかっていうことだけじゃなくって、そこにはまあ人がいるんじゃないかなと思っていて、はい、何回も会いたい人とかですね、はいはい、また会いたい人っていう、まあ、そういう人をそのオンラインツアーの中をきっかけに、地域と の, その関係づくりっていうのをこうしていくことで、まあ、新しいこう旅の仕方というか、を作れるんじゃないかなと思ってます。体験したんですけど、このオンラインバスツアーの中でそのお客様同士が仲良くなれるように、人数も15人だったり、はい、少なく定員をしていたり、お互い自己紹介という時間を設けて仲良くなれるようにということなど工夫されてらっしゃるんですよね。そうですね、もうおっしゃる通りで、まあ、貸し切りとかだとですね、ちょっとこう、はい、もう管理さんの方にお任せっていう感じにしてるんですけど、はい、自分たちでこう実施してるその募集ツアーに関しては、まあ、定員は15名とか、まあ、20名ぐらいまでに、してます。で、今ご説明いただいた通り、もう、やっぱりこう、ファンにしていく、まあ、送客ですね、先ほど紹介した。ファンにしていく。はい。っていう部分で言うと、やっぱりその1対1のコミュニケーションをどう作れるかと、はいはい、特にまあ僕たちがこう、こだわっているのが、まあ、お客様をこうお名前でお呼びするっていうところと、うん、で、お客様からも、まあ、名前で呼んでもらうと、まあ、さっきよく、はい、出る山本さんはさきちゃんさきちゃんって言われるんですけど、はいはい、やっぱりその名前で呼んでもらうことによって、あ、また人と一緒に旅したいなとか、っていうふうにこう思えるかなと思うんで、うんうん、まあ、そういったところは結構頑張ってやってる部分ですね。なるほど、ありがとうございます。こうなんていうか、もちろん場所とか食べるものとかも大事だけど、なんかその旅の中で印象深いポイントだったりだとか、印象になるポイントっていうところをもっともっと人にフォーカスしてさせていくみたいなところも一つお話だったりするんですかね。そうですね、もうまさに、そこに、まあ、こう響いてもらいたいというか、うん、っていうところですね。なるほど、ありがとうございます。さあ、番組も開始して20分以上経って少しずつ折り返しというところに差し掛かってきてるんですけれども、まあ、ちょっとここからは少し楠木社長ご本人の話も
触れていきながらお聞きできればなと思うんですけど、もともと新卒で企業に入社されて、でその後に経営者っていう経緯になるんですかね。そうですね、僕はですね、この琴平バスというグループの中でいうと、まあ、3代目なんですね、はい、祖父が創業して、はいはい、で父が先代で、僕が今やってるっていう、まあ、そういう感じです、はい、で大学を卒業して、グループの中でその旅行会社に、はい、入社して、はい、で基本的にはやっぱりその運輸の世界よりはその旅行の世界でこう育ってきて、まあ、そこから、はい、まあ今に至るというですね、まあ、そんな感じのキャリアを積んでます。なるほど、ありがとうございます。私も今社会人2年目だったりするんですけど、やっぱりその社会人成り立ての時ってより現場現場っていうところで働いていく機会って多いと思うんですけど、なんか番組冒頭でもあったように、はい、なんかところどころなんか若い頃思い出して楽しかったみたいなところあったと思うんですけど、なんかそういう現場で働く中ですごいいい学びになったこととか、今でも強く覚えてる原体験とかってあったりしますか？そうですね、まあ、もともと僕、大学生の頃に、大学祭のこう実行委員会みたいなのをやってたんですよね。はいはい、で、イベントをこう企画をしたりとか、そこにこう集客をする、はい、あるいはその、まあ、喜んでもらうとかっていうのが、まあ、こうすごいこう、なんですかね、楽しくって。はいはい。で、そういったものがその旅行の仕事にも同じようになんかこうあってですね、まあ、自分が企画したツアーにもお客様こう集まっていただいて、でなかなかこう世の中にそういう仕事ないと思うんですけど、例えばツアーが終わって今日はありがとうございましたみたいに言うとお客様からこう拍手をもらえるんですね。なかなかそういう仕事ないと思うんですね。はいはい、ホテルとかでホテルマンがどんなにいいサービスをしても拍手はしてくれないんじゃないかなっていう、はい、そうですね、まあ、そういうようなところがですね、まあはい、まあ、楽しくって、まあ、今もそうですけど、はいはい、やってますかね。なるほど、はい、なんかそういったところでもなんかこうお客様からもすごくさまざまなリアクション、特にさっきみたいなすごい明るいリアクションであったりだとかっていうものが返ってくるところにすごいやりがいを感じてというところになるんですかね。そうですね、まあ、一つはそれがありますね。はいはい。でもう一つは、まあ、こう、まあ、誰もやってないような企画をこう考えるとか、まあ、そういったところがやっぱりこう、まあ、楽しくって、まあ、20代の頃とかはいろいろチャレンジしてました。はい、なるほど。はい、なんか、これ、すごい覚えてるなっていう企画とかってあったりしますか？これを覚えてるって企画ですか。はい、なんだろうな。まあ、まあ、僕もともとですね、一番最初に担当したのは、はい、まあ、そういうこう旅行って華やかなイメージがあると思うんですよ。はい、はい、まあ、オンラインバスとかも結構華やかな世界ですけど、はいはい、僕一番最初に担当したのは四国88カ所のお寺参りのツアーなんですよね。はあ、はあ、はい。で、なんとなくですね、まあ、こう、はい、華やかさはちょっと少ないっていうところなんですけど、はい、まあでも本当その頃にまあ本当日本全国から、うん、まあこう88箇所を巡りたいということでお世話させていただいてっていうことを、まあいろいろこう作っててですね、はい、で最初はこう、まあ、タクシーで巡るようなプランを作ったりとか、まあ、そういうのをこう担当してたりしたんですけど、はい、そうですね、まあ、っていうのをやりつつも、でもまあまだ若かったんで、とはいえちょっとこう華やかなことやりたいなみたいなことで出てきたんですね。そうそうです。で、そうか、まあ、そこからもスキーツアーをですね、まあ、担当して、でそこで、まあ、バスを、毎日走らせるとかですね、まあ、そういうことを、はい、なんかこう、うまくこう成功させる企画っていうのがあって、うん、っていうところから、まあ一番そうですね、20代の頃で、まあ、こう自分たちもこう成功したというか、うん、部分で言うと、まあ今も運行してるんですけど、その、まあ四国から、東京に行く高速バス事業ですね、うん。これをゼロから作ったっていうのがですね、なんかこう、20代の頃一番こう、
頑張ってたことですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。楠木さん3代目でいらっしゃるっていうことなんですけれども、はい、そのおじい様の代からお父様、そして楠木さん、あの皆様こう新しいことをずっとやってらっしゃるなっていうのを拝見していて感じたんですけど、すごいですよね、こうずっと新しいことをやり続けていくこうスピリットといいますか、そういったものがこうあるのかなというふうに感じたんですけど、何かそういったものをお父様やおじい様からこう見ていて感じたところなどありますか？そうですね、まあ、まずですね、そのまあ僕3代目ではあるんですけど、祖父とですね、あんまり一緒にお仕事したことはないんですよね、実は。あ、そうなんですね。なぜかっていうとですね、ちょっと、言いにくいんですけど、祖父と僕の父がですね、大喧嘩をしてですね。なるほど。そういう気がね。19年ぐらい、こう、疎遠だったわけですよ。なるほど。なので、で、2002年に、まあ、まあ、再合流するっていうまではですね、はい、まあ、ほぼっていうか、もう完全にもう他人だったんですよね。っていうのがあるんで、はい、祖父の時代はもう正直知らないんですよ。で、一緒にお仕事したこともなくて、で、はい、まあ、2002年にこう再合流した頃も、まあ、もうだいぶ高齢になってたし、まあ、そこから数年して、はい、ずっと病院でですね、暮らしてたような、まあ、そんな感じだったんですけど、はい、その DNA みたいなところで言うと、まあ、一つはもう本当なんか、はい、みんな仕事が好きというかですね、はいはい、そういうところは、なんかこう、こう共通して感じるものがあるなっていうのは、本当なんか信じられないんですけど、こう、バスのこう予約表みたいなのがですね、はいはい、まあ今もデジタルですけど、昔は紙であったんですけど、それをですね、病室にファックスをこう送らせて確認してたっていうですね、僕がですね、はいはい。今日はよしよし予約がいっぱい入っとるとかですね。すごいなって。っていうベッドの上からチェックされてたわけです。そうなんですよ。っていう、まあそういう仕事に対して、はい、まあ本当なんかこう、熱心というかですね。うん、まあそういうとこは、まあ、まあ僕はそうでもないかもしれないですけど、まあ父はですね、まあそういうとこに似てるなっていう気がするのと、はい、で祖父の時代から、まあなんかやっぱりこう、人と違ったことっていうので、はい、例えばこう、バスの中にですね、応接間があるバスみたいなのを作ったりとか。いたしました。すごく豪華なバスでしたよね。そうそう、はい。今じゃ考えられないし、今じゃもうね、はい、道路交通法的にも作れないと思う。作れないんですけど。いやー、すごいもん作ってたなっていうですね。まあでもなんかそんな歴史がありつつ、はいはい、実は僕の代でもですね、バスの中に、古民家があるバスっていうのを作ってですね。民家、へぇ。はいはい。いろりがついた古民家がバスの中にあるって、はいはい、もう意味わかんないと思うんですけど。すごいですね。はい。あれ、これよく考えたらなんか同じようなコンセプトやなっていうですね。たまたまなんですけど。たまたまなんです。なるほど。そんなものを作ったりしてますね。はい。ありがとうございます。なんかに本当にいろいろな角度からそういう新しいものだったり、まあよりこうお客様に楽しんでもらうコンテンツみたいなところを作り続けられてある、こう、ことばすさんであったり、楠木社長ではあると思うんですけれども、改めて先ほども少しあったように、まあコロナウイルスが少しずつ収束していく中で、まあオンラインとオフラインの使い分けだったりとか、まあそういった話が出てくる中で、なんかこれからの観光って、こう、楠木社長としてどうなっていくと思うのかっていう見解をお伺いしたいです。なかなか大きなテーマですね。そうですね。まあ、まあ、観光に限らずかもしれないんですけど、その人のその、なんすかね、こう、価値基準というか、まあ、その、はい、が多様化してるなというふうにはすごく思います。はい。まあ、昔だったら、まあ、その、みんながこう、なんすかね、好きと言ってるこの人気企画がもうこれっていう感じで、決まってたり、沖縄に行くとか、
北海道に行くとか、まあ、そういう意味でその、まあ、人気って結構集中する、はいはい、してたと思うんですけど、まあまあ、あのそれが劇的にこう急ハンドルで変わるっていうことはないと思うんですけど、はい、まあ、でもなんかそうじゃない、まあ、価値基準っていう、まあ、こうちっちゃくたくさん生まれてるんじゃないかなっていうふうには、まあ、感じますと。っていうので、まあ、その旅の仕方っていうところも、まあ、一つはですね、まあ、まあ、これももうだいぶ昔から言われてるんですけど、まあ、物見湯さん的に、まあ、観光地を巡るだけっていう旅が、まあ、その、まあ、別にそれ否定することはないんですけど、はいはい、そうではなくて、まあ、先ほど言ったようにですね、あの人に会いに行くような旅とか、あるいはまあ本当今僕たちの地元でコンピラさんがある町、あの琴平町っていうところがまあ会社の本社なんですけど、はいはい、ちっちゃい町なんですけど、ね、まあ、そこもですね、あのもうザ観光地なわけですよ、もともと。はいはいはい。そこもやっぱりまあその変わっていかないといけないなっていう部分で、あの昔江戸時代からですね、まあ、一生に一度はコンピラさんとかってこう言われて、まあ、ずっとこう、まあ、今に来てるんですけど、はい、あのこれからはもう本当一生の間に1回だけじゃなくて、あの一生の間に何回も来てもらえる街にしなきゃっていうのが、うん、まあ、今あのテーマとして思っていて、はい、まあ、そのためにフックになるのはやっぱり人だなというところで、はい、まあ、いわゆるこう関係人口とかって言いますけど、あのまあ、そういったところの旅っていうのが、あの、まあ、これまでよりもなんかこう広がっていくんじゃないかなと思って、まあ、今いろいろ取り組んでるところですね。ああ、なるほど。まあ、本当にこう街の中の人であったり、そういうお店の方で商品だけではなくて、そこにいる店主さんに会いに行くっていう、そのなんだろう、形を作っていくだったりだとか、そのために必要な物事をこう作っていくというところになってくるんですかね。そうですね。まあ、あの、本当、まあ、友達になるって言ったら、まあ、ですけど、まあ、本当そういう感覚で、まあ、そのためには、まあ、やっぱりこう、地域の人と触れ合える、こう、場所、時間っていうのは必要だなというところで、はいはい。まあ、あの、まあ、コンピュラさんにお参りするだけではなくて、まあ、地域の人とこう、まあ、交流ができるバーみたいなところを、うんうん、まあ、用意しようというところで、今いろいろと地域のメンバーとかと一緒に取り組んでたりしますね。うん、なるほど。なんか最近いろいろな場所でやっぱりこうコミュニティっていうのはキーワードには出てくると思うんですけど、まさに、はい、そういったところが鍵になってるんですかね。もうまさにおっしゃる通りで、そのまあ、琴平っていう場所をフックにしたコミュニティというところで、はい、で、まあ、もっと掘り下げて言うと、今、あの琴平の方ですね、アーティスト&クリエイターインレジデンスプロジェクトっていうのをちょっと進めていて、はいはい、香川県全体で言うとですね、あの、うん、まあ、来年瀬戸内国際芸術祭とかあるんですけど、はい、まあ、あの、うどん県でもあるし、アート県でもあるっていうふうにですね、売ってるわけなんですけど、ただあの、はい、琴平に関して言うと、あんまりそのアートっていうところの親和性っていうか、あんまり今までなかったっていうところで、はい、で、まあ、そこと平に取り組んでる、まあ、その、めちゃくちゃ現代アートとかそういうことではなくて、まあ、そのクリエイターの集積地みたいなものを作りたいなというふうに思っていて、まあ、あの、滞在制作とか、まあ、そういうこう、シェアアトリエとかシェアハウスを用意をして、で、そこでこう生み出されたものが、その、参道とか商店街に空き店舗が結構あるんで、はいはい、まあそこにこうチャレンジショップ的にこう出店してもらって、で、まあそっちに馴染んでいけば、そのまま、こう、街に馴染んでもらえたら、それはそれでいいな、みたいな感じですね。まあそのことを仕組んでいってますっていう感じですね。なるほど、なるほど。はい。その方でこう街をまた活性化していこうというふうに考えてらっしゃるんですね。そうですね。まあなんか本当、まあこう観光と、その、まあ地域づくりというか、まあ街づくりみたいなところって本当なんかこう、なんですかね、親和性があるというか、まあそんな風に考えていて、まあそれをこう、まあ試行錯誤しながらやってるっていう感じですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。
さあ、そろそろ福岡2まで番組終了のお時間が近づいてまいりました。でこれまでこうオンラインバスツアーについてだったり、まあ、あとはこうコトヒーラバスという会社、それからまあ楠木さん個人といったところにもフォーカスしながらお話を伺っていったんですけれども、最後に楠木さんからぜひこうまあ今後のこう新しい価値を作るだったり、まあ、未来を作っていく若者に向けてぜひ一言いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。まあ僕もそうだったんですけど、やっぱりその、若い人ってやっぱりこれ、まあ、時代を作るのって、アンダー40だとかって、なんかこう、僕も聞いたことがあって、はい、僕も40も超えてるんで、時代を作る人ではないと思ってるんですけど、はい、僕たちの立場からしたら、やっぱりその若い皆さんが、もっとこう、伸び伸びとこう、新しいものにチャレンジできる場とか、環境を、まあ、応援するというかですね、まあ、そういう感じにしてきたらいいかなと思ってます。なんで、まあ、皆さんも、こう、じゃんじゃんですね。チャレンジしてもらったらいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、こう本当に今、大学生2人にもご出演いただいてますけれども、こういった、こう、我々含め、こう、若い世代がしっかり、こう、そういった、こう、場だとかコミュニティにしっかり入り込んで、こうそこで活発的にアクションを起こしていくっていうのが、また新しいものを作り出すきっかけになるかもしれないですね。そうですね。もう、はい、失敗を恐れずに、むしろもうどんどん失敗して、はい。いっていただけたらと思います。はい、どんどんチャレンジしていけたらいいなと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは本日、琴平バス株式会社代表取締役の楠木泰次郎さんにお越しいただきました。楠木さん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、